その日、私はお母さんの羽衣を見つけた。湿気。濃い男。交通費でないバイト先。汚い犬。早い。竹先輩には内地行くこと言ったの。うん、遠距離だね。内地で仕事探すって言ってくれてるけどね。部屋もいいとこあって、駅から30分で8万円。高いの。まあ1人4万か。待って、3人。分かった。じゃあまた後で、うん、バイバイ。私、嫌いなものが多い。魚介類、比嘉さんの犬、那覇までの渋滞、牛乳、聞き取れない村内放送、ローカル CM、 同級生のヤンキーと、その先輩かっこ薫の彼氏、借金だらけのお父さん、大丈夫だよ。あと、ここも嫌い。ちょっと味見てくれない？辛いかね。辛い。いいくらいでしょう。決めてるなら聞かんでよ。お父さんのどこが良かったの？何よ。会社員してればよかったのに。那覇から引っ越して全然うまくいってないさ。観光客も減ってるから仕方ないし。借金は全然減ってないさ。だのに毎日酒ばっか飲んで仕事できなくなったらどうすんの。お父さんの一番の取り柄は体が丈夫なことだし。お母さんが本当にしたかったことって何？あのさ、どうしたのそれ。酔っ払って。は？あの子今舌打ちしなかった？駅から3分、近くにファミレスもある。めっちゃいい。おいくら？14万円。えぐいね。しかもめっちゃ狭い。本当だ、めっちゃ狭いね。全然よくない、ね、そうだ、これ見てよし。ん？何これ？フランス行きの航空券と、うん、これ多分ラブレター。え、誰の？分からん。多分めっちゃ昔にフランス人からお母さん宛てに。はあ。多分お父さんと出会ってなかったら人生変わってたんだろうなって思って、うん、ルーリーのお母さん綺麗だもんな。メカルシーみたいだな。
メカルシ？うん、組踊り。空から落ちてきた天女様の羽衣を地上の男が奪って天女様が地上で暮らす話。ルリ、ハッピーエンドなのそれ？バッドでしょう。自己中だよ地上の男。まあでも羽衣も盗むなって。ええ、一緒に内地ついてきてくれるんじゃないわけ？行くよ行く。カオル、何？帰ろう。うん、行くよ。じゃあね。ねえ、その呼び方本当にやめて。汚い。おかえり。これ。ん？何？ああ、懐かしい。お母さんフランス行こうとしてたの？そう、向こうで修行してお菓子屋開くのが夢だったの。なんで行かなかったの？さあ、なんでだったかな。絶対もう一回フランス行った方がいいと思う。あんたたち置いていけないよ。行った方がいいってば。ドアがカラカラカラって開いたら中にハリウッドスター。ハリウッド？誰だ？誰が？キャサリン・ゼタ。キャサリン・ゼタ近所誰？ラムジー。おー、ルリー、おいで。何してんの？ミーティングさ。一生そのまま休んどけば。あらあら、なんか怒ってる？お母さんを行きたいところに行かせてあげようよ。お父さんが私たちがいつまでもこんなだから、お母さんやりたいことできないんじゃ。どうしたロリー、何かあったの？とりあえずおいで、魚余ってるから。ロリー、ちょっと待って。ロリー、どうしたわけ？あと私も来年内地行くから。はあ、そんなの聞いてないよ。てかお母さんはどこ行きたいって言ってるわけ？フランス。パティスリー・バンソン様、私は山脇春子の娘のルリと言います。私の母は17年前そちらのお菓子屋さんに修行に行く予定でしたが、行けませんでした。なのでお願いです。今からでも母の修行を認めてもらえませんか？母は夢を諦めていません。どうかよろしくお願いいたします。宮城瑠璃。17年前、お母さんが行こうとしたフランスのお菓子屋さんにメールを送ってみた。母にもう一度チャンスをくださいと。でもフランスより先に別の悪い知らせが届いた。ターケー先輩が那覇の土建屋に就職が決まって、カオルも内地に行くのをやめた。羽衣を奪うのはいつだって男だ。はい、はい、皆さん、もう今日はね、息子の就職祝いこんなに丁寧に、もうありがとうございます。たけ、あんたこっち来なさい。あんたが主役だもんね。うるさい。もう彼女も
こんな可愛い島の子を捕まえて。もう私の若い頃そっくりさ、もう。そうでしょ。そっくりさ。余計なこと言うな。全然絶対いらん。知らないでしょ、私の若い頃。ルーリー、進路決まったか。それ聞いてどうするの。カオルの好きな芸人わかる？カオルの好きな漫画わかる？カオルが何の勉強大学でしようとしてたかわかる？あれ？やめれよ。ちょっと無理。何してんの？して。どうしたの？バッドエンドじゃん。カオル、行くよ。めんどくさ。若者は夢が叶ったり挫折したりしなきゃダメですか？ああ、そうだよね。ここはどこよりも綺麗で居心地のいい牢獄。全員このままここで無期懲役。どうしたの？返事来た。フランスから。ルーリー、フランスに好きな人がいるんでしょ？本当はその人のところに会いに行こうとしたけど、私ができちゃったせいで。お母さん、こんなところに閉じ込められちゃったんでしょ？おいで。手紙読んだ？うん。フランスでお父さんに出会ったの。え？うん。手紙はお父さんにもらったやつ。マジで？ここに来て、お母さんは幸せだった？私はお父さんに出会って、あなたに出会って、ここに来た。そしてここで暮らしてる。それだけで十分幸せ。だから、またフランス行きたいな。え？あ、冷えた。私言えた。言った。
さ。あ、言わないで。私と似てるね。どこが？私、夢とか、もう、カオルも内地行かなくなって、だから行きたいところとかもないし、なんかそういうの何にもないよ。何にもないよ。大丈夫。ルリは私とそっくりだから、必ず行きたい場所に飛んでいける。誰も私たちを縛れないから。手伝ってくれるわけ？これ。うん。ガーッとつけて。あっちこい。もっともっともっと強くやるんだ。ゴシゴシ。そう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 。はるちゃん。フランス行ってももちろん戻ってはくるよね。お母さんはお父さんの怪我が治るのを待って。夢に向かって旅立っていった。ちゃんと働くからもう。何してんの？これはこの島に降りてきた天女様のお話。Thank you.
送。